誰だ？あれ使ってんの？もしかしたら。だろう。え、もしかしたら。あの、あれ？ハリウッド俳優。いろんなランダム効果で叫ぶやつある。箱を開けたらわーってさ、あるんじゃない。箱漁ってるよ。何か箱漁ってるよ。名前に問題ありそうな感じ。嫌な予感しかしない。当たってないよ。はい、ありなの。え、名前長いで。ほぼなんかデッドバイのなんか曲みたいなことが書いてある。むちゃくちゃ名前長い。日本語で何書いてんの？デッドバイの教訓でも書いてる。モレルがわーって叫んでんな。で、位置が大体バレちゃってる。これ、失敗しないやつよ。したよね。あー、じゃあ次のゲーム行きましょうか。あー、もう次のゲームでいいよ。期待できなそうだもん、箱開けてるし。キャンプだったら終わっていいですよ。もがいてくれたら俺もやられに行きます。だってこんなんでやっても勝てないでしょ。突然して給料入れない。ガングモレルは何やってんの？治療もしねえし、何やってんの？モレルが助けに行ったんじゃないの？なんか、トーテム壊してるよ、今度は。トーテム壊してんの？まあ、終わっていいっすよ。皇帝ぶりっぽいんで。もう、箱を漁って、トーテム壊して。もう、で、あの、おそらく、あれ入ってるんで。あの、多分、ホラーステージのやつじゃね？ランダムでいろいろ、叫び声あげたりする。遅いし、歩いてきてるし、もう間に合わねえだろ。やっぱもう無視無視無視、逃げましょう。助けてもろくなことにならないから。発電機回そう。この時間使って発電機回そう。もったいないもったいない。救助してるだけ時間の無駄。またまた。だってやること発電機回さねえもんこいつ。耐久時間待っててもらった方がダメだ。仕方ないけど。だってこいつさ、しゃがんで来るんでしょ。じゃあいいじゃん、しゃがんでも。
オイスターつけてもろくなことになんねえ。こんなの助けなきゃいけないんだろうけど、助けても回復しないし、ここの位置からダラッダラッダラッダラ歩いてくんだろ。走りもしれん。そう助けてだろう。それだけでも立たねえな、ほんとマジで。回復だよ、まず。それ漏れるって戦力になんねえよな。パーティーカードみたいな時のゲームのやばいやつにもらってなんでこの あとちょっとだった。もう疲れるよな。いらねえライト救助するしこいつ。本当にライト救助をしようとしてるっていう。どうしようもねえやつやな。本当にチェイリー立てやがって。何に向かってるわ。マジでムカつくわ。こいつライト救助しようとしてるわ。ほんとムカつくわ。まあ、でも、発電機回せればいいや。こっちはこっちで別に。あ、二人が抜けてくれればそれでいいんで。チェイスをしないとは言ってないんで。ライト救助しようとしてるよ、こいつ。マジでよ。ほんとムカつくわ。よし。もう一回だ。エルトの勝負。もう一回。デッドバイを理解しない。こいつがやってることってチェストあさりと箱あさりと罠にかかるとライト救助っていう、もうとんでもない、あの発電機回さないっていう、もうとんでもないデッドバイをやってるよ。だけど、どこだ？こっちの方いなかった。誰もいねえ。誰もカバーもしねえ。危ねえ。助かった。ありがとう。これがヒロちゃん。ああ、よかったよかった。二人がいた。危ねえ、危ねえ。ああ。名前、全然俺のデッドバイを理解してない人だと思うよ、モレルは。名前、なんつう人なの、これ。これしか、最後しか分かんないけど、あと全部読めない感じになってるけど、
時間の無駄っていうのは俺を理解してるっていうか、いや、こいつが一番時間の無駄にしてましたけど。あ、こいつのポイント見てみな、恐ろしいでしょ。なんもやんないの。ライト救助するためにずっと待機するとか、で、だから仕方なく俺あそこら辺でチェイスした。動かない方がいいから、もう。うん、動かないで、同じとこ回せば、二人が回してくれれば勝ちだからね。いや、ほんとね、発電機回さない。時間の無駄っていう、この、いや、あなたと戦ってる方が時間の無駄なんだけどっていう。勝てねえだろうって、普通のチーム。うん。よかったわ。うん。ありがとうございました。本当に、典型的な、あんまり落ち